イワン・ステパノビチ・イサコフはソ連海軍の軍人、アルメニア人、ソ連海軍参謀総長、海軍人民委員代理、総司令官代理を歴任、ソ連邦海軍元帥、ソ連邦英雄。彼は第二次世界大戦中、ソ連海軍、特にバルチック艦隊及び国会艦隊を編成する上で極めて重要な役割を演じた。イサコフはアルメニアの お皿の権威として評判であり、1958年と1967年に、ソビエト連邦科学アカデミーの会員及び執筆者となった。イワン・イサコフ、イワン・イサコフ、アルメニア名ホブハンネス・イサハキアンは、ロシア帝国カルス州ハドジフェンドの村にて、アルメニア人鉄道技師の家庭に生まれた。父ステパン・ジューコフスキー・イサハキアンは、早くに亡くなったため、 エストニア出身の母、イディラウアーとおじのピョートル・ラウアーによって育てられる。ピョートルも、また義士であったが、海軍への士官を夢見ていた。このことが、イサコフ自身が海軍への道を志すきっかけとなる。後にグルジアティ・フリスウェイ現地の実家学校にて数学及び科学を学ぶ。1913年の卒業後、早速サンクトペテルブルクへと赴き、 ロシア帝国海軍兵学校へと応募するも外国人であるという理由で拒否されてしまう。仕方なくサンクトペテルブルク技術学院に入学、自動車整備校として働くことになる。1914年第一次世界大戦が勃発、士官の促成教育が急務となり、独立士官見習い制度が設けられた。 イサコフにも、ようやく海軍将校への門批が開かれ、同年夏、兵学校試験に合格、9月25日士官見習いに任官。練習戦での南洋公開を終え、2月革命後の1917年3月に、将尉に任命された。彼は10月革命後もバルチック艦隊に残り、イジャスラフ、リガ、コープチク、コールシュン等の艦艇で勤務した。 1918年、彼は、ブレストリトフスク条約が結ばれるまで、ドイツ帝国海軍とのいくつかの戦闘に参加した。この条約により、ロシアドイツ間の戦争は終結し、バルト海はドイツ軍に明け渡された。1918年3月、イサコフは、ヘルシンホールズ海軍基地からの、バルチック艦隊評海巡航作戦に参加し、同作戦により、 ロシアの戦艦及び砕氷船はバルト海からペトログラード近郊のクロンシュタット海軍基地に移された。1920年、イサコフは駆逐艦デアーテリヌイに配転され、同艦はシモボルガ側からカスピ海を警備し、後にはロシア内戦の最中に連合国艦将軍の拠点を砲撃した。戦闘におけるその優秀性が認められ、1921年、 彼は、駆逐艦、イジャスラフの砲台指揮官に任せられた。1922年から1927年、彼は、国会艦隊において、作戦参謀を呼び、参謀副長を務めた。1928年、イサコフは、レニングラードのボロシーロ不明将海軍アカデミー、専人将校訓練課程、上級コースを修了した。1932年、イサコフは、 海軍アカデミー教授及び総合戦術部門長に就任。1934年、バルチック艦隊参謀長。しかし1935年7月25日、フィンランド湾にて演習中に、バース級潜水艦 B-3 が、戦艦マラートと衝突し、潜水艦の乗員55名が死亡する事故が起こる。原因は、国防人民委員クリメント。 ボロシーロフ元帥の作戦への過度な干渉であったが、イサコフは、事故の責任を追い参謀長を辞職、再び教育畑へと戻る。1936年、ジンタオの戦いでのドイツ軍側の沿岸防衛戦略について研究している。1937年1月、バルチック艦隊参謀長。 同年8月に司令官。1938年、ソビエト海軍人民委員部副委員。39年度、第一副委員。また、同年、共産党に入党した。1940年、海軍参謀総長に任命。冬戦争において彼は、バルト海における海軍の戦艦の行動のみならず、赤軍の対フィンランド作戦をも含めて、指揮、調整した。 1941年、独ソ戦が勃発すると、ナチスドイツの進撃を食い止めるために、ソ連海軍の人員は大幅に減らされた。それでもイサコフは、一時的にソ連赤旗北方艦隊で務めた後、爆油油源を狙って、ドイツ軍が迫る北カフカース戦線の海軍司令官となった。そこにおいて、彼は北カフカース戦線司令部の軍事会議議員となり、 同地区を防衛する海軍部隊の作戦を計画し、監督した。彼は、ドイツ軍占領下のケルチ半島におけるソ連軍上陸の遂行に責任を負っていた。1942年10月4日、イサコフは、ドイツ軍のトゥアップセ空襲で負傷し、その足を切断せざるを得ず、戦争の残り時間を野戦病院で過ごした。1944年5月31日、 イサコフは海軍元帥に昇格。1946年2月、ソ連海軍総司令官代理研三謀総長に任命された。1950年退役。1955年3月3日、海軍最高位のソ連邦海軍元帥が創設されると、総司令官ニコライ・クズネツォフと共に任命された。レーニン勲章6個、赤旗勲章3個、1等。 ウシャコフ勲章2個、一等祖国戦争勲章、赤星勲章。1965年5月7日、ソ連邦英雄称号を授与。1932年にアカデミー教授となった後、イサコフは海軍戦術及び戦略の研究に多くの時間を費やした。1932年から33年、彼は第一次世界大戦の初戦において使用された。 海軍戦術に関するソ連軍事レポートに参加した。1937年、彼は、チンタオの戦いにおける、日本海軍隊ドイツ軍の過程を研究した、学位論文により、順博士となった。ラテンモ自転車、イヴァンス・キポーノビッチ・アイセカウフ、ハットラテンモ自転車、ホーバンネス・ステパニー・アイセカウフ、ハット ABC、ゼー。2017年1月7日閲覧。7、14。 マイナス3、2017年1月7日閲覧、ありがとうございます。